さんこんにちは。ジャズシンガーで英語発音指導士の杉山千恵です。ジャズスタンドのナンバーを使ってね、英語の発音そして歌をブラッシュアップしていきましょう。英語の発音が良くなると歌もね、ぐんとうまく聞こえるようになりますのでね、今日も楽しく英単語の発音と歌の練習をしていきましょう。今日のお題はですね、R ですね。はい、R と L の違いね、これってすごく私たちが学校で英語をこうね勉強してる時から、もう発音のね、この難しいそして大事な発音のポイントとして学校の時から習ってきたと思うんですけれども、結構ねやっぱり日本語に R の発音ってないんですよね。だからとってもね難しいと思います。でも R の発音すごく大事なんですね。 R と L の発音の違いで全然ね、意味が、単語の意味が変わっちゃう単語があるので、それをねやっぱり区別をつけるためにもちゃんとね R の発音を習得していけたらいいんじゃないかなと思います。じゃあね、始めていきましょう。R なんですけれども、じゃあL と R どう違うのかなっていうね、そこ気になりますよね。じゃあ L の発音ね、 L の発音でラリルレロを言ってみますね。ラリルレロ、ラリルレロ、これが L の発音です。そう、日本語のラリルレロと全く一緒って思ってもらって大丈夫です。本当に私たちがラリルレロ、ラ行をラリルレロっていう時のこの発音が L の発音ですね。じゃあ R だったら、 R でラリルレロ言ったらどうなるのって思いますよね。さあやってみましょうか。ラリルレロ、ラリルレロ、はい、こんな感じになりますね。ラリルレロ、そしてラリルレロ、違いますよね。これね、何が違うかっていうと、R の時には、ベロが口の中でどこにも当たらない。当たらない。そして、これすっごく大事なことです。R の最初は、うで始めてください。うと R は、うの発音と R はセットです。うら、うり、うる、うれ、うろ、ってなります。さあ、うーから始める。これポイントなんでね、本当に覚えておいてください。で、うーから、うーらー、うーりー、うーるー、うーれー、うーろー、ね、うーろー。この R って舌を巻くっていうじゃないですか。舌を、巻く、間違いではない。間違いではないんですけど、それよりは、うから始めて、まあ、うから、うーらーっていう時に、ベロを口の中のどこにも触らないようにしながら出していく。これがね、すごくポイントです。口の中の歯とかね、顎とか、歯茎とか、そういうところにベロがどこも当たらないように動かしていく。で、母音を作っていく。これが R の発音の仕方です。じゃあもう一回一緒にやってみましょうか。ラリルレロの R バージョン。うから始めますよ。3、はい。ラ、リ、ル、レ、ロ。はい、どうでしょうか。ちょっとね、慣れないと難しいと思います。なのでね、ちょっと何回も口の中をどこもベロが触らないようにしながら母音を作っていく。うから始まって母音にしていく。ね、それをちょっと練習してみてください。じゃあ、このね、R がたくさん出てくる曲の代表曲1個あげたいと思います。Cry Me a River です。はい、皆さんね、ご存知ですか、この曲。すごくね、素敵な曲ですよ。私は大好きな曲です。まあ、ちょっとね、何度も私を裏切った旦那さん、彼氏、男の人へのね、ちょっとね、仕返しの曲なんで、ちょっと怖い曲ですけれども、でもとってもね、素敵な曲です。Now
you say you are lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cry the river over you. はい、最初のね、ところだけ歌ってみました。さあ、Cry me a river ね、このタイトルにもなってるここです。ここね、何回もこの曲の中で出てきます。 R いっぱい出てきますよね。で、Cry me a river、 この river なんですけど川ですよね。で、Cry me a river っていうのは、まあ、涙の涙でね、もう流した涙でできた川みたいなね、私、Cry me a river なんで、もう私のために川ができるほど泣けばいいわよってね、川ができるぐらい泣きなさいって、まあそういう感じのタイトルなんですけれども、Cry me a river、river、これね、L になって、river、river になっちゃうと、river と、River では意味が全然違います。これ R じゃなくて L の River になると何だと思いますか？この単語。お酒を飲むとちょっと具合が悪くなるところです。そう、肝臓。肝臓になってしまうので、ね、Cry me a river。ん？なんか、ん？肝臓のため、肝臓で泣く？ん？なんかお酒の飲みすぎ？みたいなね。そういう感じに。なってしまうので、このね River だけは本当に、気をつけて発音をしてもらいたいと思います。そうじゃないとなんかね、肝臓みたいな、ちょっとね、こうネイティブの人とかが聞いたらちょっと面白い気持ちになってしまうかもしれないので、頑張ってこのね R のちゃんと発音ができている River を目指してください。じゃあ Cry と River、 ここね頑張りましょうか。他にも R 出てきますけれども、もうね、このタイトルのこの2単語大事です。じゃあ、Cry の練習しましょうね。で、うから始めるって言いましたよね、R はね。なので、く、くからうって言ってください。くーで、くーで、ちょっとうになった時も R が、ベロが口の中でちょっとね、宙ぶらりに浮いといてください。Cry, cry, 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 cry。こんな感じですね。なので一瞬、まあ早く言うと一瞬ですけれども、うをちゃんとつけてあげる。これう入れないと cry, cry, cry。Well, you can cry, cry, cry. こんな感じになっちゃいます。なんかね、ちょっとその、なんていうのかな。うが入ると入らないでは、この R に行く時のらっていう、このらっていうこのね、なんていうんでしょう。パッとこう勢いっていうんですか。勢いがね、ちょっと死んじゃうんで、単語がぼやけちゃうんですね。cry, cry.Cry. なんかちょっとただただ舌足らずな人みたいに聞こえちゃうんで、cry, cry, cry。ちゃんとね、うを、こんなに言うっていうぐらい、それぐらいのつもりで入れてあげると、すごくcry、綺麗に聞こえると思います。じゃあ、river、ね、肝臓じゃない、ちゃんと川に聞こえる、river ですね。これもやっぱりね、うから始めてください。River, river, river. で、この ver はね、V ですね。これは、前に出してる動画で、V の練習を、してる動画を出してるので、ここね、参考にしてもらったらいいと思います。で、ver の er はね、ちょっとね、こもらせてくださいね。ba, ba って言わずに ver.ver、 こもらせてあげてください。うから始めてくー、どこにもベロをどこにも口の中のどこにも触らないように気をつけながら、うー、 river, river, river ね、どうでしょう。
ちょっとね練習してみてくださいね。 Cry me a river, Cry me a river, I cry the river over you。 はい、ということでね、 R の発音ね、ちょっと難しいですけれどもね、このうから始める、そしてベロが口の中のどこにもつかないようにうから始めてそれぞれの母音に移っていく、これ大事です。じゃあ、曲にね、River の、単語の一番最後にも R ついてますよね。こういう時どうしたらいいのってね、いうの疑問だと思うんですけど、 River とか、R で終わる単語他にもね、あると思います。でもこのねベロを口の中に浮かした状態で終わらすっていうのすごく大事なので、それはちょっとね意識をしてください。 River Flower、ね、っていう感じですね。ということで R の発音ちょっとね正しい発音で単語がね発音できるように皆さん頑張って練習してみてください。ではでは、またお会いしましょう。バイバーイ。